二次元のものがなんか立体的に見えて面白い。今までと違って、例えばその教科書通りに何かやっていくってことではなくって、子どもたちに本当に自由に設計してくださいと、本当にこっちはヒントしか与えてないので、ちょっと背中を押すだけでどん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 出来上がっていくのが早いんですよ、みんな。でしかもなんか見たこともないよねとかできるので。すごい、まあ、楽しいですね、はい、あ、もともとこういうのが好きで、それで参加しようと思いました、うん、立体に自分で作ったものをに入って見ていくっていうのが新しい経験ですごい楽しいです。人の家の中だとか街だとかを大冒険しようみたいな、そんな感じにしてます。未来への希望って感じで上に登っていけるかなって思ったんで、感動しました。楽しかったよね、すごい。いつもなんだろう、家じゃできないからね、こういうのって。なんかそういう機会がないとできないことがたくさんできたから楽しかったです。ライフイズテレプレイステーション。